きっちりやらんかい。じゃあ、あれよ、この野郎。話してやるよ、この野郎。てめえよ。何が宇野銀次だよ。勘違いしてんじゃねえぞ、てめえ、この野郎。おい、あんちゃんよ。調子に乗ってんじゃねえぞ、この野郎。うん。ボンズ、よし、読み方合ってんかな、多分合ってると思うんだけど、おお、落ち着いてるよ。ただなんか文句あんだったらサクッと上がって言いたいこと言って終わればいいじゃん。うん。ヤマダリティの2000円を酒場で盗んだ店主。覚えてないね。ボギーさんも出てくるかもだから気をつけてね。そしたらすぐ南警察署に110番通報しますんで、はい。リティ、サルに告白されたにしたい？してねえよ。ふざけんな。なもんよ。